こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ローライフレックスの、代表的なモデルになります 2.8F になりますね。ローライフレックスの 2.8F です。まあ王道という感じの、モデルになりますよね。あのハービー山口先生もお使いになっているということで有名な、レンズになりますね。まあ 2.8 っていうのはこっちの搭載されているレンズがですね、こちらプラナーの、80mm の、F2.8 が、搭載されておりますので、その 2.8 が、こう付けられているわけですね。はい、ということで、外観から見ていきたいと思います。外観はですね、ご覧の通り、針側の劣化とか剥がれとか摩耗とかですね、縮み、金属部分の腐食、サビなど見られずに大変綺麗な状態です。そのままとかもないですね。はい、全体的に大変備品と言っていいレベルだと思います。はい、レンズももちろんですね、フォーカスレンズ、ソーシャカッシングレンズも撮影レンズも大変綺麗で、前玉擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離や摩耗などなく、中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、ホコリ散り、混入もありませんで、大変綺麗な状態をキープしております。はい。レンズは、プラナーの 80mm F2.8 ですね。はい。このフォーカスの繰り出しもですね、非常に滑らかに軽く動いておりまして、きちんと平行に動いております。ファインダーはですね、こちらの、ウエストレベルファインダーですけれども、ルーペもきっちりと綺麗で立ち上がってまいりまして、この立ち上がりも全く問題ないですね。畳み込みも綺麗です。でもってですね、スクリーンもこちら、変な書き込みとかですね、汚れや、はい、ほこりの付着などありませんで大変綺麗です。ミラーの劣化もないですね。はい。はい、失礼しました。はい、露出系も十分生きてますね。こちらがですね、はい、はい、ではですね、シャッターと絞りの調整ですね。こちらがですね、右側のダイヤル構えて、右側のダイヤルが、こちらがシャッタースピードのダイヤルになってますね。で、左側がこう絞りを調節するダイヤルになってます。両方ともですね、非常に軽く動いてますね。はい、ではシャッターのですね、チェックに行きたいと思います。はい、シャッターはこちらのですね、右側のダイヤルですね。はい、まず1分の1秒に合わせて、はい、これをグッと回してですね、半回転戻すと、これが、シャッターチャージになります。はい。はい、1分の1秒ですね。はい。安定して、はい、切れてますね。でもって、ローライフレックス特有のですね、非常に静かなシャッター音ですね。はい。続いて、2分の1秒です。はい、2分の1秒ですね。次は4分の1秒になります。はい。きっちり可変しているのがお分かりになりますね。はい。比較的壊れやすいと言われております低速シャッターですけれども、全く問題なく切れているのをお分かりいただけます。続いて中速の60分の1秒を見ていきますね。よ。はい。ちょっと一瞬になりますけれども、はい、ちゃんと切れているのをお分かりいただけますね。はい、最後に高速の500分の1秒を見ていきます。はい、これもうほんと一瞬ですけれども、きっちり、はい、切れております。はい、問題ないですね。はい、でですね、こちらの露出系ですね、続いて、説明していきます。露出系はですね、こちらの窓から光を受け取ってですね、
こちらで光を測る、こちらの細い方の針がですね、光を測っております。はい、こう針が動くのお分かりいただけますね。はい、針が動きますね。この針ですね、絞りとシャッタースピードを動かしますと、この先の丸い方の針がこうやって動きますんで、こうですね、はい、こうですね、この先の方、丸い方の針をこう自分で動かして、この細い方の針に合わせて上げることで適正な露出を得られるという仕組みになっているんですね。はい、という感じです。はい、フィルムを入れるときはですね、こちらの底面からこの矢印に従って、これをグイッとずらしていただいて、これを手前に引っ張ります。はい、でこれで蓋が開くようになるんですね。フィルムを入れるときはですね、こちらの方からこう中に通していただいて、こちらで巻き取っていくという感じになりますね。はい、閉じるときは逆にこういう手順ですね。はい、付属品はこちらのキャップがついてますね。はい、それとこちらのこのカニの爪のですね、金具付きの、ここにつけられるんですけども、こうつけられるんですけども、はい、ストラップ、こちらの革ストラップをお付けいたします。はい、それと本個体ですけれども、熊本の中村工学様にて整備調整を施していただいております。ロレフレックス 2.8F ですね。レンズの分解清掃とファインダーの分解清掃、各部点検を行っていただいております。はい、はい、ということで、整備点検済みのですね、ロライフレックスの定番中の定番、王道モデルですね、ロライフレックス 2.8F になります。ストラップとキャップ付きになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。